はい、今週も始まりました家庭菜園巡りです。今日は久しぶりに私のいつも撮影をさせていただいている菜園にお邪魔しております。今日は朝からここの菜園の方々皆さん元気にやっております。管理機などを使って耕してますね。今ちょうど石灰などを撒いて置いたものを耕したり、今まで栽培をしていた秋と、まあ、夏野菜ですね、それを片付けた後で、今秋と冬の作物、大根の種撒いて発芽したものを間引いたり、またブロッコリー、キャベツ、キャベツはもうね植え終わっている方多いんですけれども、今一番多いのが白菜とブロッコリー苗を植え付ける方がだいぶ増えました。いや、こちらの方はですね、前回動画で、ね、この植物は何でしょうかということで棚を作ったところにつるを伸ばしていた植物なんですけれども、早とりですね。いや、さすがですね、視聴者様の皆さんからコメントいただきありがとうございました。あれから、1ヶ月ぐらい経ったでしょうか、ここぐらいまでですね成長していたんですけども、ここからなんとぐぐぐぐぐぐぐっときまして、まだ来る、すごいですよ。こんなに伸びてます。もう6メートルぐらい、たった1本の苗がこんなに伸びてます。すごいですね。そして早とりなんですけれども、これからね早とりは、なるということで教えていただきました。たくさん取れるといいですね。すごいです、この警戒の杭のところまでいっぱいはびこってます。捕まれるところはどこでも捕まっちゃおうという感じですね。一方こちら反対側、こちらはい、こちらはジャガイモを栽培していた後にね、いつもは何もやらないんですけれども、キュウリが今年は植えられてました。あと裏にはサツマイ芋とかあるんですけれども、ここの方はいつもさつまいもをたくさん作っている、あと落花生なんですけど、今年は落花生を反対側にして手前側にキュウリ、秋キュウリを植えておいたもの、それが大きく、なってますね。すごいですね。ここの、下のところにもたくさん実ってますよ。隙間からじゃじゃーん、すごいですね。いや、もう里芋もね土寄せをやられているという視聴者さんもいました。私の地域でも里芋をマルチをやっていない方は土寄せをやったりとね、結構秋は秋で忙しいですよね。こちら教頭先生の畑なんですけれども、はい、こちらマルチがあって大根、種がまいて発芽してありますね。少しずつ発芽がずれて、で収穫もずれるようにと種を3回ぐらいに分けて播種してありますね。草などの管理も綺麗にされてます、ね、結構体膝が痛いとかおっしゃっていましたけれども、それでも菜園を楽しみながら体を動かすことによって自分で楽し、ね、ストレス発散にもなるとおっしゃってました。でこの大根のちょっとね、今日はここ不在なので中入れないんですけど、ここから後ろの方に里芋があると思うんですが、里芋の間にラッキョウがあります。ラッキョウですね、発芽してます。すごいですね。そして大根が、マルチはしているんですけれども、上にビニールがかかってますよね。まだ暑いのになぜでしょうかと思われる方、おそらくなんですけれども、この教頭先生はすごく長い菜園をやっていらっしゃるので、経験上ここ最近は、まあ台風もそうなんですけど、台風ぐらいだったらまだいいんですが、ね、集中豪雨ですね、激しい、大型台風並みのものが頻繁に起こるようになった。で大根ってマルチだとツルツル表面してますから、土寄せがあまりできない、で倒れちゃう、風で煽られてる首玉が折れちゃう、なんか台風のような集中豪雨のようなものが発生した場合、あれを下ろすんですよね多分、去年も多分やってたと思います。だからそれまでは上に上げておくけれども、そういったとっさの対応ができるように風から大強い雨から守るために、設置しておくんですね。準備万端、やっぱり年配の方っていうものはアイディアがすごいですね。長く生きているだけあります。いろいろとこういったものをね学ばせていただきたいと思います。でこれは
秋ジャガじゃないんですけれども、春に植え付けをしたジャガイモだったんですよ。でここやらなかったんですね、掘らなかった。あれ体が調子悪いのかなと思ってね、掘れなかったのかなと思って、結局ずっと今まで掘らなかったんですけれども、いやでも他やっているのになんここやらないわけないですよね。多分試験をしてるんだと思うんです。あえて聞きませんが、ちょっとね最初から答えを知ってしまうと面白くないので様子をいつも見ているんですけれども、私の予想では春に、なったジャガイモをそのまま掘らずに、それで種芋としてまた秋ジャガとしてやったらどうなるかとか、もしくは夏が異常に暑いから掘るよりは掘らずに土にそのままジャガイモ、まあ要は生けておくんですね、埋めておくといいますか。で夏の時期はね、種芋っていうものは小芋ができたもの、気温が高いので芽は出ません。でその性質を利用して土に埋めておく。で秋になったらもしかしたら食べる分だけは取っているのかもしれないですし、ね、そのようなことがあるんじゃないのかなと、まあ、勝手に想像は今予想しているんですけれども、まあ、秋ジャガを栽培するには今ちょうど適していますし、もしかしたらここで採れた芋を他の大根とか作って、春に作っていた畝のところに植え替えって言いますか、種ね、小芋を取って伏せ込んで、まあ、倍の倍の倍にどん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 増やしているのかなって。ジャガイモだいたい一株、種芋一つで6個からね10個ぐらい取れますから、そうやってどんどん増やしているのかなと。まあそんなに食べきれませんからね、そんなに増やす必要はないと思いますので、私の予想では天然の冷蔵庫じゃないのかなと。空中のまあ空間といいますか、こう掘り上げてね、例えばこう倉庫とかに置いておいても暑いですよね。日が当たらなくても40度は軽く超えちゃう。なんか暑さによってね、ジャガイモが腐敗してしまうので地中に埋めちゃうのかなとか思ってるんですけど、どうですかね。はい、あと秋になるとね花が綺麗ですね。皆さんちょっとこれ教えていただきたいんですが、この花は何でしょうか。すごく綺麗な花なんですけど、真ん中のおしべとかめしべが黄色いですね。でその周りに花火が散ったようにパーンとね軸があって、で花びらがついてます。一つ一つがチリ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 してて、横から見ると花はこんな感じです。すごいですね。はい、これは何でしょうか。おそらくね、街路樹などでよく使われているような木だと思うんですけれども、これは何なのかな？はい、こちらにもありますね。落花生もね、大きくなりましたね。もう掘り時ですね。こちらの方の女性の方も菜園を、秋と冬のブロッコリーあっちら植えてますね。左側の奥。で、ナスとピーマン残している感じ。いいですね。で、これはもう石灰撒いて耕している感じです。やっと涼しくなりましたので、少しずつ土作りができてますね。で、もう柿がなってます。大きくなってますね。おお、もう色づいてる。すごい。早いな、これ。すごいですね。どっちの方が早い？冬柿と次郎柿がこの辺多いんですけど、どっちの方が早かったかな？うちも2つある、2本あるんですけど、柿美味しいですよね。あとはこちら。はい、じゃじゃーん。はい、こちらは女性の方です。カシアバアジサイってね、枯れても葉っぱがこれ綺麗なんですよね。意外とこう、まあアナベルとかもそうなんですけど、こうね、咲いた後の花をそのままね、花を切らずにつけておいて、これをカラカラに乾いた後、これを切ってドライフラワーみたいに天井に吊ったりしておくとすごく綺麗ですね。私このアジサイのドライフラワー大好きです。ブリザーブドフラワーっていうんですかね、ああいったものもちょっと前以前いただいたことがあるんですが、ちょっと作るのが難しい、そうだったんですけど、今後やってみたいなと思ってます。あとはこちらニラなんですけど、これで大きな差が出ましたね。おお、こちらがニラ、白い花で、これも視聴者様でニラに似てるけど、ニラじゃないよねって僕言ったんですけど、これも教えていただきましたね。でこっちは、はい、紫色っぽい花で、葉っぱはすごくニラにそっくりなんですが、
幅広ニラみたいになんかこう幅が広いで、普通のニラみたいに上に立ち上がらないで、だいたい20センチぐらいの高さで終わってます。ですぐそばにありますからね、これもし食べられない花だったらこれね間違えちゃいそうですけどね。はい、あとはこれ、これもなんか綺麗ですね、黄色い花。うん、あとは里芋がやっぱ多いですね。もう今残っているのはネギと里芋、あと夏の名残のねナス、ピーマンとか、でしょう。キュウリはもうほとんどないですね。おお、ここの方もすごいですね、びっしりと葉物巻きましたね。いや立派です。ちょっとあちら側から行ってみましょうか。あ、セージも綺麗ですね。セージは花を咲かせるのが早くて、でいつまでも咲いてるからハーブの中でねすごく簡単で、いいですね。ラベンダーとかいろいろありますけど、タイム、セージ、カモミール、季節の花を見るのはすごくいいですね。こちらから見ていきましょう。じゃん、バッチリです。きちんと水が掘ってありますので排水対策も OK。 ちゃんとあちらの方が高くてこちらの方が低いので、雨が降ってもこちらの低い方に流れるように設計されてますね。畝をこういうふうにしていません。なぜかというと、あちら側道路があるんですが、縁石で一段高くなっているので横にしちゃうと、ね、水が流れ出ていかない。排水対策しても、ね、出口がないとダメだっていうことで、こちらは、ね、よそ様の畑ですし、こちらは高い土地になりますので排水を考えての畝作りですね。いやー、これは本当にすごいですね。こちら左側、白菜です。株元が濡れているのでおそらく朝来たんでしょうね。この方早いですね。すごいな。40センチぐらいで、だいたい60センチぐらい開けて、大根、2粒3粒ぐらいずつ巻かれてますね。天巻き、足一歩分ぐらい離れてます。でこちらも大根、こちらも大根、大根一袋を使い切ったって感じかもしれませんね。同じ葉っぱの大きさなのでおそらく同じ品種かもしれません。であちらにはほうれん草と小松菜が巻いてあります。で新しく畝が立ててある。これは、もうすごいですよね。この方はやり方が他の方と違うところは、最初に堆肥として牛糞とか石灰入れて、まあ、肥料とか入れて皆さん耕しますよね。で平らにしてから畝作ると思うんですが、この方こう盛り上げたところに、多分最初にも入れてあると思うんですけど、さらに上に石灰を振って牛糞も乗っけちゃってます。それでね、これでとってもいい野菜が毎年作れてるんです。どうでしょうか、牛糞パワー恐るべし。いや、これも今度真似させていただきたいと思います。こちらのネギもすごい青々としている。これ葉ネギなんですけど、長ネギではありません。まあ小ネギみたいな感じなんですけれども、この時期、今年はネギは軟腐病がすごく多発してます。湿度が高いんですね。暑くて晴れ間もあるんですけれども、ちょっと今年も多い病気、軟腐病なんですが、全然病気が出ておりません。で上には牛糞をそのままパッと撒いてある状態です。まあ、牛糞というのはほとんど、ね、こんな感じでもみ殻みたいなものが混ぜてある感じですね。こんな感じなんですけど、これが上に、ね、ある状態で、石灰も振ってある状態ですね。ありがとうございます。すごいですね。おー、こちらの方もすごいですね。あ、これ秋田県の方です。秋田県出身の方なんですけれども、はい、東北の方でね、今度福島ね、行って、美味しいラーメンでも食べ行こうよとね、春に声かけていただいたんですけれども、すごいです。まるで機械を使って植えたかのようなこれ農家並みですね。農家が管理機で植えたかのような畝の作り方、どうでしょうか。こちら左右からブロッコリーです。二畝ですね。真ん中にはキャベツ、そして、白菜と来ております。うん、素晴らしいですね。これも適当にやったんじゃないと思うんですね。最初ブロッコリーを植えたのは背丈が大きくなるからですね。でいつまでも収穫できます。蝶花蕾を取った後、
脇から出る側花蕾も収穫するので、年を越して1月2月までこの方は収穫しています。なので一番端にまず持ってきたんですね。で真ん中はキャベツ、キャベツはある程度ね収穫したら終わりになりますので、いずれここが空きますよね。で次は白菜、白菜は、まあ、収穫は調整できます。11月からも食べられるんですけれども、頭を縛って冬をね1、2月と持つことができるので、間を空けておけば管理がしやすい、ここが通路になるわけ、どちらからも手が届きやすいということの畝の作り方、苗の植え方なんでしょうね。適当ではないと思いますね。すごいこの方は計算されて苗作って植えてますので、本当にすごいですよ。これも平らにならしてありますね。ヤマウドとか終わってしまいましたね。ヤマウドが花咲かせました。じゃん、もう種がついてますね。あ、そういえば里芋の花を咲かせたっていう方がいましたね。すごいですね。貴重ですよね。私は実物は見たことありません。花を咲かせるっていうのはね知ってましたけれども、聞いたことありましたが見たことはないです。いやー、こうだいぶ空気も秋だなと変わってきましたね。先日ちょっとね予防接種行ったので、2回目が終わりまして、ちょっと体が先週は、ね、ずっと1週間だるかったんですけれども、ちょっとね言葉に覇気がなかったとは思いますが、ようやく体が本調子に戻りました。ちょっとあずちゃんの方がですね予防接種行ってダウンしてまして、はい、こちら下仁田ネギですね。すごいですね。グローブのような、なんかソーセージのような、中さんの好きなウインナーみたいなのがちょんちょんと、どうですかこれ、可愛くないですか。ネギですよ。右は葉ネギ、左が下仁田ネギ。もう下仁田ネギはこの上の出ている今青いところ、これが美味しいんです。下の太い白いのも美味しいんですけどね。あとはこちらは、はい、大根じゃないですよ、株か葉物か何かですね。等間隔に種がまかれてます。でここは畝が空いていて、これは大根でしょうね。足一歩分、こちらも大根、ずらしてますね。大中小と発芽しております。素晴らしい畝作りです。ありがとうございます。はい、こちらの方は今菜園をですね、耕してます。小型の管理器を使って、見てください、この丁寧に耕された畑。これはもうずっと朝からですね細かく耕してます。すごいですね、このトラクターで耕したかのようなサラサラな土をご覧ください。あ、いいですか。あ、じゃあちょっと見せていただけるということなのでお邪魔したいと思います。失礼します。すごいですね、パワフルですね。おそらく4馬力ぐらいの小型の管理機だと思うんですけれども、中耕詰めをつけて、すごい耕してますね。ここはちょうど去年は、トウモロコシとか夏野菜が育ててあったところです。トウモロコシの残酸のクズが全然ありませんよね。でちょうど警戒のところまで隙間なく、今残してある夏野菜のすぐそばまで管理器を入れて耕してます。すごいパワーですね。機械もすごいですけれども、菜園主様のパワーもすごいです。これだけふかふかになっていれば完璧ですね。でここの菜園主様も、牛糞堆肥を入れて、耕しています。素晴らしい。おー、パワフルパワフル。ありがとうございます。すごいものを見せていただきました。ありがとうございました。
いや、あちらの方にはですね、キャベツ、また葉物、また大根なども種まかれてますね。今ちょうど管理機をやっている姿をですね、ちょっと映させていただきました。皆さんのところではどうでしょうか。畑の土作りはできていますでしょうか。なかなか雨が降ってね、大変だとは思いますけれども、皆さんも空いた時間を有効利用して、これからまだまだ大根や、白菜の苗の植え付けとか、ほうれん草、小松菜などいろいろできますので、ゆっくりと慌てずに、体調に合わせて、楽しい菜園でお過ごしください。では今日はこの辺で動画を失礼いたします。また来週も、頑張っていきましょう。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
ってやったら捕まえない。そーっとしてていけば捕まえない。お、来た来た、ほら、網に来た。これすごいね。進撃の巨人みたいだ。何の木だろう。あ、金木犀がなんか咲いてる。嘘。うわ、すごいいい香り。うわ。すごい、日光キスゲもあれですね、中高除草するんですね。これ管理機で耕してるんですね。